皆さんこんにちは、日本全国遠いところをお越しくださいましてどうもありがとうございます。今日はですね、杉間俊夫先生の京都大学最終講義、ということで、まあ、なんかついにこの日が来てしまったという感じですけれども、本当に楽しみに話を伺いたいと思います。で、まあ、こういうのは関係なのかよくわからないのですが、まあ、私今日は司会を務めさせていただきます。まあ、この人間環境学研究科の杉間先生と同じ研究室の永田です。まあ、と同時に杉間先生が京都大学に赴任して、まあ、多分もう最初の、その弟子というかですね、ということで、最初私の方から簡単にですね、もうここにいらっしゃる皆様はほとんどご存知のことばかりかもしれませんけれども、少し杉間先生のご紹介をさせていただいて、それで最終講義をいただくということで、いきたいと思います。で、まあ、書いたんですけど、短く言うと、九州大学をご卒業をされた後、大阪大学の人間科学科で、助手を務められですね、1988年に京都大学に赴任されています。まあ、当時はまだその総合人間学や人間環境学研究科がなかった頃で、まあ、教養部で社会心理学グループダイナミックスを、担当されていました。で、その後ですね、まあ、まず人間環境学研究科ができて、総合人間学部ができ、まあ、そこの、その、グループダイナミックスの、教授として、それから後年は研究科、学部長研究課長として、まあ、教育研究に勤めておられました。ですので、京都大学だけでも29年間ですね、その教鞭を取ってこられたことになります。で、まあ、専門分野も言わずと知れたグループダイナミックスで、まあ、それもその杉間先生の場合はそのグループダイナミックスを何ていうかこうご自身の力でこう開拓されてというか、その新しく作り直してというか来られました。で、まあ、主なところですと、その94年から4年間日本グループダイナミックス学会の会長を務められ、まあ、その間その学会のこう大改革をして、こういう今でこそ我々非常にこう当たり前にしているフィールド研究、実践研究っていうのが、まあ、普通にそのジャーナルに出るというようなこうその基盤を作っていただきました。それから、まず、集団力学研究所というですね、この、まあ、所長を務められているのは、まあ、2010年からですが、まあ、その前からずっとそこに中心的に関わりですね、でそのグループダイナミックスのこう理論と実践を両輪とした活動を大学の場以外でもずっと推進されておられます。で、まあ、ということで、まあ、ご紹介は以上なんですが、まあ、私自身さっき杉間先生の講義を聞くのはすごい久しぶりな気がしますと言ったら、君はこの講義を聞いたことあるのというというわけで大変楽しみにしています。それでは杉間先生どうぞよろしくお願いします。こんにちは。改めまして杉間でございます。やりにくいですね今日は非常にこの教室自体はですね、私がここ10年間で最も頻繁に使った教室なんです。おそらく卒業生の中にはこの部屋で私のレクチャーを聞いたという人も合わせて光栄です。でこうなんかすごくここで最終この教室で最終講義できるというのは本当になんかいいなとこうなんか思うんですけどね。まあ、ただ私も割と学外に出ていろいろ講演会とかやってますけど、まあ、多種多様な方がいらっしゃいます。ただまあみんな知らない人で多種多様というのはあんまりこうビビれないんですけどね。もう下手に知ってるわけですねよく知ってる、下手に知ってる、その中が多種多様だと、まあ、卒業生がメインですけども、まあ、エネルギー科の研究科の先生方、人間の先生方ですね、それからフィールドでお世話になった方、まあ、こういう多種多様というのは非常にですねやりにくいですね。まあ、今日は多分途中で沈没すると思いますけど、その時はそこで打ち止めということにいたしますので、まあ、よろしくお願いします。で、まあ、私はもうこういうタイトルしか喋る脳がありませんので、まあ、
このタイトルで喋ることにいたします。ただちょっとですね、私このタイトルをつけた後のずいぶん前に1ヶ月か前かな、全提出せよということで、今年度この退官を迎える退職を迎える教員ですね、全員こう最終講義のタイトルと日にちですねを提出、させられたという提出したんですけどね。で提出した後にちょっとしまったなというのはですね、新しいグループダイナミクスって書いてますけども、考えてみたらこう古いグループダイナミクスって何なんだろうですね。私が九州大学の学生時代に習ったグループダイナミクス、あるいはその後ですね、8年間大阪大学の人間科学部というところで調子をしましたけども、その当時に重鎮がおりますので、私は従順な助手でしたから、その指導法人に沿ってやってたのが古い。だからもう教大に来てからですね、ひたすらもうそれまでアンダーザデスクですね、机の下でしたためてた作戦を一気に実行に移しましたので、卒業生諸君も新しいグループダイナミクスしか知らないと、むしろ古いグループダイナミクスって何なんだという感じだと思うんですね。ですからちょっとこれって今日の最終講義のタイトルとしてマジだったかなと思ったんですが、もう決めちゃったし提出しちゃったんで、これで行くことにします。そうですね。で、のっけからこうなんか定義じみたスライド出てくるんですけども、これが私が求めてきた新しいグループダイナミクスなんですね。で、どこが以前 の古いグループダイナミクスと違うかというのは次のスライドから説明をいたしますけれども、このグループ、まずはグループダイナミクスですから、グループというのはこれ集合体ですね、一群の人たちとその環境、これをひっくるめてグループにするんだ。だから安直に人間とその環境をこう分離しないという意味であります。環境といっても物的な環境、物質的な環境とそれから制度的な環境、これも両方が含められることになります。で、研究対象はそのグループ集合体はもう生き物のように変化していきますから、その変化のありさま、動態ですね、ダイナミクスを研究していると。でここまでですとですね、別にこう社会学とかそういう経営学とかですね、そういうものとこうあまりこう違いははっきりしないんですけども、研究スタンスですね、これはおそらく私が求めてきたグループダイナミクスの最大の特徴であろうと思います。従来文系と言われる領域でもですね、現場に積極的に出て、文化人類学なんかはその典型だと思うんですけども、そういう領域はあります。ところが、最近ちょっと変化の兆しありというところはあるんですけれども、そういう従来のですね、文系の現場研究っていうのはもう犯してはならない掟という鉄則があったんですね。でその鉄則ってのは何かというと、研究者が現場に入ることによってですね、現場を変えてはいけない、こういう鉄則があったんです。つまりそのいつもですね、裸で暮らしてる人がなんか研究者という名のついたですね、どこどこ大学の人が来たから急になんかおめかししてですね、自分たちはこんな毎日送ってるんですよってなことになってはいけないんですね。これはですね、そうなるとこう研究者というのはなんか透明人間みたいですね、現場にそーっとこう入っていって現場の実態を見て、そしてそれをロープにするとか本に書くとか、そういうことになっちゃうんですね。でそういうことはそもそもできないし、またすべきでもない、またそういうことができるという幻想を持つべきではないというのがこのスタンスです。で現場に入っていく、で現場に入っていくからには現場を変えます。変えるということはテロをやりに入るわけじゃないですから、やっぱり現場が良くなっていく、改善改革ですね、こういうのベターメントって言いますけども、それを目標にしてその現場にはそこで生活をしている人、あるいはそこで働いてる人、いろいろいます。子供を育ててる人、いろいろいます。そういう人たちをこう、ひっくるめて当事者、現場の当事者と呼ぶことにいたしますと、この当事者と研究者が一緒にベターメントをやっていくんだ
まあ、私はあの共同的実践と言っておりますけれども、まあ、それをやっている。だから当然現場を変えると、現場がベターな方向に変わってなんぼのものだですね。これがあの、まあ、根底にある精神であります。で、我々が書く論文とか本とかそういうものもですね、その現場の中からこう紡ぎ出された知識、あるいはそこから外に向けて発信したいというメッセージをですね、まあ、まとめたもの、それが論文であり、あるいは本だ。客観的な描写なんてのは関係ないですね。まあ、こういう危険なことも言うわけであります。で、この辺はですね、あとはあの、まあ、これセクションなんですが、セクション3と4でもう少しあの補足をいたしたいと思います。で、ここでその以前のグループダイナミクスですね、私があの九州大学の学生の頃に鍛えられた、あるいはその後大阪大学の人間学部でも、まあ、従順な助手としてですね、学生を指導していたグループダイナミクスとはどういうグループダイナミクスだったのかと言いますと、まず一つは実証主義であります。もうこれはもう単純にですね、自然科学のようにやれということで、一言で言うとそうであります。まあ、ですから主たる研究方法は実験ですね。実験室実験ですね。私もあの卒論修論とかですね、あるいは阪大時代に学生をそういう指導したんですけども、実験室のですねにこう連れてくるんですね。大方一番調達しやすいのは学生ですから、学生を5人とか10人連れてきてですね、そこで何、まあ、かことを起こしてどういう反応をするかをですね、見ようと。でちゃんとデータを取って、もうそれはもう数字のデータを取って、そして、それをですね分散分析とか T 検定とかですね、そういう検定に立てるのだとして、まあそういうやり方、まあせいぜい現場に行っても非常に禁欲的なんですね。まあアンケート書き紙をこう配ってですね、それに丸をつけていただいて、ではいありがとうございます集めて研究室に帰って、あとは統計パッケージを、まあ、相手にですね、あの、まあ、分析をするんですね。で、こことどう違うのかというのはすぐ後ですね、あのセクション1でもう少しいいお話をいたします。それからもう一つ、この従来、以前の古いですね、グループダイナミックスの特徴というのは個人還元主義と呼べます。つまりこのグループ、あるいはあの世の中社会でもいいんですけども、何か起こるするとその説明をその個人ですね、メンバー個人の、まあ、認識であるとか、あるいは感情であるとか、そういうところに落とし込んで、でそこで説明ができれば、まあ、よしとするんですね。こういう個人還元主義であります。ところが、まあ、これはあのその例えば生理学とかですね、そういうことをやっていれば別ですけれども、まあ、グループダイナミックスとか、まあ、社会心理学とかですね、こういう領域というのは、まあ、人間というのは結構知ってるんですね、人間について。でそこに持ってきて、まあ、あまりその個人に持っていこう、説明の、まあ、そこで説明をしようという立場、しかもこの上に書いてあるですね、自然科学流のことをやると結局仮説を実証するとか何とか言っても、まあ東を向けば北方は西を向くと、まあその程度のことしかですね実証できないんですね。で、まあそういうあの不毛な研究はやめてですね、現場の人と一緒に現場を変えていく。でそしてその中からあくまでも仮説検証ではなくて探索型ですね、徹底した探索型で研究をやっていく。でその探索して、あこうじゃない、こんななんか仮説も考えられるよねっていうのが分かったら、それをメッセージとして外部に発信していくんですね。で、まあそういうことで、でこの辺はまたあの後にセクション2で補足をいたします。でまずこの実証主義からどう変えていくか。で実証主義からまあ共同的実践、共同的実践というのは当事者とそれから研究者の共同的実践、もちろんベターメントに向けての共同的実践であります。でどういうことか、まあ、あまりあの今日はあのこう深入りする時間もありませんので、まあ、やっぱり我々は2つの科学があると、そのグループダイナミクスが何とかよりも先に2つの科学があるということをきちっと踏まえるべきだと思います。まあ、ともすると科学というのは自然イコール自然科学であるんですね。それは間違いない。で自然科学というのはある意味でこの内界外界、
内界というのは我々の主観の世界ですね、内なる世界ですね。外界というのはもうその内界とは無関係。例えば私がここにこの何か知らないんですけど足湯だったと思うんですけども、これがあることを知ろうが知るまいが、気づこうが気づくまいが、あるものはある。さらに言うと、あ、IC レコーダーはある。気づいたら IC レコーダーが急になんかあのビデオレコーダーになってますね。そういうことはありえない。外界は外界、内界とはセパレートされた形で独立して、実在しているんですね。これが自然科学であります。でそういう立場に立てばですね、こういう研究スタンスになります。こっちが研究、あるいは観察しようとする対象、こっちが研究者ですね。で、ここに一線が引かれます。で、一線の向こう側に研究対象をする。で、研究者はこの一線のこちら側から、理想的にはノータッチで、対象にはノータッチで、対象を観察している。こういうスタンスになります。で、まあ、しかしこうノータッチとのまではいかない。例えば、あの血圧計を装着するとかですね、ある反応を起こしてみる、こういうことは自然科学ではごく普通のことであります。ただその時に例えば血圧計を装着することによってその患者のですね、血圧がグワーッと上がってしまう、これはあってはならないわけですね。あってはない。だからノータッチとまではいかない、ある程度タッチするにしてもそこはやっぱりその見たい対象の性質を変えてはいけない、ね、これがこういう研究スタンスになります。ところが、まあ、これで万事 OK ならばいいんですけれども、今日はあまり詳しくは話せませんけれども、まあ、我々が相手にしている現象というのはですね、こうはいかないわけですね。 でそこで、まあ、この社会構成主義というか、ああいう名前はどうでもいいんですけれども、じゃあその研究対象、まあ、当事者であり、あるいはその環境ですね、それと研究者の関係はどうなっているのかというと、こんなに一線でセパレートはされてない。まあ、この辺は量子力学とか言い出すですね、話が難しくなるんですけど、その辺は今日は触れないことにしてください。で、まあ、こういうセパレートされてるんじゃなくて、同じ土俵の上でですね、何かを一緒にやってるんだ、研究者はやってないと言ったってそれは無駄であって、もうやってしまっていると。だからこれ、こういうこの共同的実践、こういうスタンスで研究者も最初から研究に臨んでいる。まあ、こういう2つの科学があって、グループダイナミクスというのはもう明確にこちらの立場を、人間科学の立場をとるということであります。で、こうやってこの共同的実践をやっていきますと、それはおのずからですね、ローカルな営みになります。ローカルというのは別に田舎という意味ではなくてですね、局所的という意味であります。で、局所的ということは、ある特定の時代にある特定の場所で、ある特定の人々によってなされると、これがローカルであります。で、ローカルの反対語は何かというと、ユニバーサル、普遍的、普遍的という意味は、時を超えて、場所を超えて、万人に妥当する知見を求めていくわけであります。で、グループダイナミクスが共同的実践の中で知識を紡いでいくとしたら、それは普遍性なんていうのはもうありえない、ありえないんですね。それはあるローカリティの色彩を色濃く持った、あるいはこの平成の時代に生きるなら、この平成の時代の色彩を色濃くにじませる、そういう知見になっていくらしいであります。で、ところがですね、このところは非常にこう慎重な議論が必要になるんですね。だったらそのこう事実と思えるものはないのに動いていくの、客観的な事実というものが想定されなくても動いていくの、例えば私がある家庭に行ったとき、家庭に行った、ね、家族ですね、だからそこで明らかに父親が、子供に対して、虐待行為をして、ね、虐待行為でも、その時に私の頭の中にですね、いや、それはたまたま今こう一緒にいるこのローカルな場に縛られた私の認識であって、もし違う私が別人であるとかですね、そうであれば、これは、まあ、むしろちょっと厳しくは見えるけども、ちゃんとしたしつけじゃない、虐待かしつけかですね、
私は何もできないわけですね。もう棒立ちを決め込む、あるいはですね、まあ世の中こんなもんよ、斜に構えるか、ニヒリズム、どっちかです。もし私が目指した方向がですね、結果的に棒立ちかニヒリズムしかもたらさないとしたら、それは百害あって一利です。即刻やめるですね。じゃあそこのところお前はどう考えるんだですね。ここがやっぱり大事になってきます。どうもこういう理論的な話をするときはなんかこう今のようにですね、上から目線でわーっと言う癖があるんですね。その辺は今日のですね、レクチャーの後半では現場の話、具体的な話になりますので、ぐっとソフトおもろい話になってきます。もう少し辛抱してください。で、これですね。で、ここに一時モードってボンと上がって二時モードですね。でまた一時モード で、ね、でこの一時モードっていうのはまあ普通のモード、目の前で虐待が行われているとしたらですね、中に割って入って、お父さんやめなさいこういうことですね。まあ普通のもう、まあ、よく素朴実在論と言いますけども、素朴に認識できるものは素朴に受け入れる、その上でアクションを取っている、これが一時モードですね。ところが大事な点はこの一時モードっていうのはもう必ずですね、気づかざる前提の上に立っている、気づかざる前提の上に立っているということであります。で、気づかざる前提というのは、いろんな説明、例で説明できるんですけども、例えばもう先々月ですか、22年経ちましたけども、阪神・淡路大震災というのが起こりました、ね、それまでですね、神戸っていうのはですね、なんで神戸に住むの、いやここは災害もないしとですね、それも決まり文句だったんですね。じゃあその神戸の人がみんなこうハーモニアス、こう仲が良かった、いや違うんです。で神戸というのはもうその地震のずっと前からですね、かなり民間企業に近いセンスで自治体経営をやってたところです。でそれをめぐってはですね、賛否両論あったわけです。神戸空港の問題だって賛否両論あったわけです。しかしその賛成側も反対側もですね、みんな、いや地震なんか起こんないよねと、これが気づかざる前提にあったんですね。それが22年前の1月17日5月47分にひっくり返ったわけであります。でそういうその今までの気づかざる前提に気づく瞬間、これがこの二次モードですね。二次モード で、二次モードが終わればまた一次モードが始まります。もちろんこの一次モード、こちらの一次モードもですね、気づかざる前提に立っているんですけども、ここで気づいた分だけ変化があるんですね。で、こういうふうに考えていったときにですね、なんて言いますか、一見これ自然科学でも似たようなことがあるんですね。やっぱりいろんな、例えばニュートン力学に対して相対性理論が出てくるとかですね、そういうことになると今までの理論が全部こう再編成されるんですね。それと一緒じゃないと思われると思うんですが、そこが違って、これあえて私がこういう図は使わなかった、こういう図は使わなかったというところにご注意いただきたいわけであります。自然科学の場合には新しい発見によってそれまでの理論や事実の再編成が行われるということは、そういうことを続ける先に何か本当の究極の真理、事実に、接近していける、それを手にすることができるという前提があるわけであります。ところが人間学のこの一次モード、二次モードではそういうことはない。例えばこれが室町時代ですね。で江戸時代、戦国時代、江戸時代、平成の時代が先にある。これ平成の時代の方がですね、スパイラルみたいになんかこう理想的な社会に近づいているかというと、そういうことは絶対にありえないということであります。いろんな新しいインターネットとか、それ近代文明を手にした代わり、いろんなものをまた犠牲にして、そんなに単純にですね、今の方がベタだということは言えないわけであります。ただこうやって気づかざる前提にだんだんこう気づいていったと、それだけは言えるわけです。それだけは言える、わけであります。この辺ちょっともう話ですとキリがないので、この辺で打ち止めて、でもう一つですね、先ほども申しましたように、研究者と当事者、当事者と研究者の共同的実践というのはローカルであります、局所的であります。
今私いろんな現場、今日現場の方もフィールドの方もたくさん来られてますけれども、よくこういう言葉を聞くんですね。いや先生思うんですけどね、うちのコミュニティでやったことって結構そのうちのコミュニティだけじゃなくて普遍性があるんじゃないでしょうか、ね、あるいはうちの企業でこんなことをやった、うまくいったんですね。でこれってうちの企業に限らずもっと普遍的じゃないでしょうか、ね、こういう声よく聞かれます。私はその時にはためらわず、そうですねとこう言います。ただそれはですね、今さっき言ったような時を超えて場所を超えて万人に打倒する、そういう意味ではないんですね。その現場の人がお使いになっている言葉の意味、それはこの私流の言葉にするとインターローカルということである。つまりあるローカルな場でですね、こう共同的実践がなされて、そこからメッセージが発信されるとそれが、例えばこれが沖縄だとすればですね、沖縄のあるコミュニティで発信された地域おこしについてのメッセージが北海道の雪深い村の町おこしにこうつながってリンクしていく、こういうことなんですね。でこれはもっともっとこう多段階的に続いて、しかし自然科学で言われているユニバーサリティ、時を超えて場所を超えて万人に対して、これとは全く違うということですね。これ私は肝にイメージしておくべきだろうと思います。で今さっき分かりやすい例なんで、ここでだんだん現場の話にしていきます、ね、トーンダウンしていきます、ね、これは沖縄と北海ですね。これは地点をことにする場所です。地点をことにするインターローカリティでしたけれども、ちょっと地点を時をことにするインターローカリティについて、一つ例を引いてみたいと思います。これはご当地、京都の西陣です。で西陣の今出川堀川、今出川堀川ですね、今出川堀川の東北隅に堀川病院というのがあります。で、今はですね、どこにでもあるというとなんかあそこの先生がみんな怒れそうですけれども、普通の総合病院ですけれども、あの病院の前身というのはですね、70年前終戦直後ですね、もう本当に医療保険もないし、でみんなもう戦後ですから、終戦直後ですから貧しくて、でしかも西陣織というのはすごい重労働なんですね。でもうしかも当時はその結核とかですね、いろんな伝染病がしょっちゅう蔓延してる。でそういう病気になっても医者にかかれない、かかれない、そういう人たちが集まってですね、集まって自分たちの診療所を作ろう、で、そういったことに共鳴してくれる医者、これ早川カステル、京都で有名なお医者さんですけれども、早川カステルという先生を医者と中心にしてですね、診療所を作ります。すぐ横に白峰神社っていうのがあって、その西陣織のある工場のですね、本当に物置小屋ですね、物置小屋に本当にもうデスクとベッドだけという診療所を作るんです。全部住民が持ち寄って、もう医者が往診の時に持っていく黒いカバンとかですね、自転車とか、そういうのも全部もう貧しい住民たちが出し合って作るんですね。こういう運動が70年前にあったんです。で、これはそうですね、今日来ている OB でいうと鮫島さんのお箱ですけれども、今この人が早川先生の精神を受け継ぐ、ちょうど私と同年齢のお医者さんなんですけれども、この人を中心にですね、高齢者が自分たちで支え合おうという団体というかネットワーク組織ですね、こういうのを作っていってます。この会の名前はですね、今は共に生きる京都になってますけども、そもそもは孤独死をなくそうの会に至ったんですね。確かにもう時代は違います。同じ西陣でも、戦後はですね、もう貧困の途上です。医者にかかれたでもかかれない、そういう状況だ。 でも今は違います。もう医療保険もありますし、介護保険もあります。みんなですね、医者病院には言葉がない、でも孤独死が多いんですね、続出してます。今
今こそやっぱりもう一回70年前と同じように、あの時西陣の人たちがやったようにみんなでこう団結すべき時じゃない、そういう組織を作ろうじゃないというのは、だからこれはもう70年前、それが現代ですね。この異なる時が、まあ、インターローカリティの関係になっているわけであります。でここでですね、まあ、我々こういう研究をしててですね、それを学会で発表します。で一番よく使う方法はこのエスノグラフィー、今日理系の方もお見えになってますんで、ちょっと色派から説明をいたしますと、エスノっていうのはエスノ、エスノロジーですね、民族が民族っていうんです。でグラフィーっていうのは、まあ、ドキュメンタリーですね、記述です。でそもそもは文化人類学者が、まあ、いろんな、まあ、多くの場合未開の地、現代文明があまり及んでいない未開の地に行っていろいろ見たり聞いたりしたことをドキュメンテーションする、ドキュメンタリーする。これは、まあ、エスノグラフィーだから、これは民族誌、誌は雑誌の誌ですね、というふうに訳されてましたけども、今ではこれはもう社会学でもグループダイナミクスでも経営学でもいろんなところで使えます。私はデザイン学大学院というプログラムにも参加しておりましたけども、そういう理系の人ばっかりの集まりのデザイン学でもこれ使えます。で我々もこのエスノグラフィーにしてですね発表するんですね、ところがですね、よく出てくるリアクション反応というのは、おもろいドキュメンタリーやねとですね、でも客観性はあるの、普遍性はあるのという質問が出てきます。その時によくですね、その発表者がそれに対して応答するときに使う言葉はですね、いやいや、私の研究はまだまだ序の口なんです、入り口なんです、だからこうやって現場のことをまずはつぶさに見て、それをエスノグラフィーに書きました。でこれをもっと普遍化していって、理論化していって、そしてもっと大量データによって裏付けていきます。嘘かと、嘘こけと、そんな気ゼロだろうと私は言いたいわけで、そんなことやったって意味ないと。で大臣ローカルなんですから、普遍性なんか最初からもう相手にしてないわけですね。それからそこでなされたのは、その発表者が現場に入っていって、そこでの共同的実践なんですから、そんな客観性なんか最初からあるわけないですね。だからこういう質問が出た時には、それはナンセンスであったんですね。まあ、昔全教頭用語でナンセンスでありましたけども、まあ、ああやって切り捨てればいいわけで、じゃあそのエスノグラフィーの意味ですね、重要性ってどこにあるか、それはこれである。これはフィールドに入っていった、まあ、多くの場合研究者、これは当事者がやってもいいと思うんですけども、まあ、そういう人と読者との間にインターローカリティを作っていく、まあ、そういうことだろうと思います。というか、そうであるはずであります。で、まあ、だからこうエスノグラフィーの必須条件というのはですね、少なくとも自分が読者としてターゲットにしているそういう人たち、読者たちがですね、おお、面白いなと、ね、なんか手に汗握ってくれるとかね、なんかそういう追体験をしてくれるということは必須条件だと思います。だからターゲットにした読者はですね、つまんねえの、これもう失格で、でもここから先がですね、フィクションとの違いですね。じゃあ読者がですね、面白ければあることないこと何でも書いていいの、さあそうじゃないですね。これは共同的実践に向けて、インターローカリティに向けてのメッセージ発信ですから、おおもろいと、俺もちょっとここ見に行ってみよう、あるいは仲間になって一緒にやってみようと言ってみた、行ったら書いてあることと全然違う、ネットでちょっと調べたのも嘘800が書いて、これじゃ仲間になってくれません、共同的実践には入ってくれません。だからやっぱり淡々とした事実描写ですね、そういうものも必要になっているというわけであります。いつも1時から始まって2時半に終わるんですけど、時計が2時半回っているとドキッとします。で、まずこれは次のポイントですね、個人還元主義からどこに持ってくる、そこがもう蚊帳という、まあ、一つのメタファーですね、例えであります。ただこの蚊帳という言葉はですね、最近は非常に苦労します、
まあ、学生100人に聞きますとですね、蚊帳を見たことのある人、まあ、3人手が挙がればいいことです。もちろん蚊帳の中で寝たことがある人はゼロであるんですよね。で、その3人にですね、どこで見たのと言いますですね、あ、博物館で見たまあですね、まあそういう状況で、まあ後からご紹介しますけども、ちょっと私、あの、今までのことをまとめた日本語の本ですね、もう4年前かな、4年前に出版して、去年もっと、去年かちょっと年が変わったの、去年もおと、おととしですかね、あの、英語版を出しました。で、まあ学生諸君もですね、蚊帳は見たことない、まあでもですね、なんか蚊帳の外、作り、そういうこうボキャブラリーは持ってるわけですね。だからまあまだいいです。ところが英語版になるともうそれは期待できませんので、やっぱりこれは百聞は一見にしかって、まあ、こうやってですね、写真にいたしました。まあ、私のイメージだともっとこう緑がかった、ね、あるいは茶色がかったこれ蚊帳なんですけども、あいにくそういう写真がなかったんですね。まあ、これが蚊帳ですよと、英語ではキャノンですね。で、蚊帳っていうのは何かというと、この環境もひっくるめたところの集合体、グループですね。グループには必ずこの全体的、よくアザホーって言いますけども、あの、全体として見た時の性質があります。これを集合性と呼んでおります。で、これはもう個人にこう還元不可能、もうあの2人なら2人、あるいは10人なら10人、今のこの最終講義でもそうだと思いますけども、やっぱりこの中の1人か2人でも入れ替わればです、やっぱりいくばっかの変化はあるんですね。やっぱりこの今のこの教室の集合体の全体的性質、固有の性質があります。で、まあ、このグループダイナミックスの本音といいますか、一番のこう一番のというかな、考え方はですね、集合体の人も環境も蚊帳に操られてる、操られてる、みんな操り人形だ、ね、まあ、こういう考え方で、で、いやいやいや違う、自分の中には自分はものを考える、いろんなことを思い悩む、喜ぶ、喜怒哀楽、そういう心、あるいはおつむ、頭の世界、思った、ね、そういう反発が出るんですね。ところがそういう肉体に内蔵された心という、その人間像も、あるいは自己像、自分の像も、これもそういう蚊帳、そういうふうに思わしめる、確信せしめるんですね。蚊帳に操られてるからにほかならないという考え方をとります。もちろんこの厳密に言うとですね、肉体に内蔵された心というのも、まあ、幼児期に形成される生育史レベルの肉体に内蔵された心、それから、まあ、いわゆるこの近代ですね、近代社会になってよく個人主義と呼ばれますけれども、そこでいう個人に内蔵された心を分けて、もう少し詳しく説明しないといけないんですが、それはもう今日は、まあ、省きます。で、しかしですね、だから結構ここのところは我々にとってみたら大事な、あの、前提というか議論になります。ところが、まあ、先ほども申しましたように、我々はいろんなこの現場に入って当事者と共同的実践をする、その時にですね、こんな原理原則からですね、あの、喋ってたらもう誰も相手にしてくれません。だからそれはここまでの原理原則を現場でフィールドで繰り返す必要は、まあ、無意味、全くない。で、まあ、最後に得策でもないと言いましたけども、得策でもないわけであります。じゃあどうするかと言いますと、まあ、これは今日は私は今日みたいな授業というか、今まで未だかってやったことないんですけど、こういう話しますから、いろいろ現場の写真を見てほしいになりますから、いろんな写真をスライドで写すことはあります。しかし文章は絶対パワポにはしない、できるんですけど、パワポにはしない、全部板書というのでやってきました。で、マスでもってやですね、そのパワポの内容を配布資料で配るなんていうことはですね、絶対やるべきではないと思うし、やったことあります。だってそれってね、みんな、私3時間目が多いんですからね、みんな満腹感でもう寝る準備に入ってるんでね、もう大体現に半分は寝てるわけですよ。そこにこんな
配布資料ですね、バッターもうみんな寝るの見えてますよね。おそらく絶対やる。で、何を話してたかというところです。で、まあ、ちょっと板書を全くしないというのもですね、不本意です。半信半信モデルですね、まあ、某プロ野球球団とは全く関係ないんですけども、まあこれで十分だ。つまりこの半信半信というのはこれ5人のグループを描いてるんですけども、こちらの左半分いや、みんなそこで主体的に判断したり、喜怒哀楽を感じたり、あるいは難しいことを考えたりする頭の世界、心の世界を持ってるんだ。でもそれは左半分だけよって言うんですね。右半分はですね、みんな蚊に包まれてるんだ。で、蚊に縛られるんだ。で、右半身半身は蚊に縛られながらも、左半身半身ではいろいろ自由、いろんなことを感じたり、考えたり、そして主体的に行動に移す。そうすると、この上向きの矢印、まあ、人によってその程度の差があるのを、この線の太さの違いで、示してるんですけれども、まあ、これで蚊が変化をすると、その変化をした蚊がまた一人一人の右半身半身だけをし、しかしみんな左半身半身では自由と主体性を発揮するので、その合力で蚊、がまた変化をする。これがエンドレスに続いていく。だから原理原則はこっちなんかはない。みんなもう蚊に一方的に操られる、ね、操り人形に過ぎないというのが原理原則なんですよ。それは、まあ、そこまでこう原理原則を振りかざす必要はない。で、これで十分、これで十分。私 も, もうほとんど全部の現場ではこれをこう、まあ、まずは訴えます。で、これで十分というのはですね、もっと違う集団のイメージを、まあ、皆さん持たれてるからですね。それがこう今でも社会心理学の教科書にはこれが書いてあるんですよ。呆れるんですけども書いてある。それはどういう定義かというと、まあ、集団、グループといえばですね、一人じゃちょっとこれは駒不足、ね、やっぱ二人以上、ね、じゃあ三人いるにします。じゃあ三人いたら、三人が例えばこの人はアメリカ、この人はアフリカ、この人はオーストラリアにいてですね、会ったこともですね、話したこともない。これじゃいかんでしょう。集団とは言えんでしょう。やっぱりここにいわゆる相互作用というやつですね。まあ相互作用ってこんな難しい話じゃなくて、物のやり取りであると、情報のやり取りであると、僕はこう考えるけど君はどうというような応答があるとですね、まあこういうことです。で、これで集団の出来上がり、みんなこれに縛られてるわけですね。いやいや、まあ、そうじゃなくて蚊帳、みんな蚊帳に縛られてるんだ。このコミュニティだってみんな蚊帳に縛られてる、この家族だって蚊帳に囲まれてる、それからこの大学だってそうなんだ。で、それに操られてるんだ。で、その操る蚊帳というのはもちろん一つじゃなくていくつもあるんですね。で、その中にやっぱり人間というのはなんかこの肉体に内蔵されたところで考えたり思う感情を持ったりするんだよという人間像の蚊帳もある。これにも操られてるから、まあ、我々はこれが頭の中でこう判断したい、心の中で怒ったとかですね、こういうふうに言うわけである。で、まあ、今日は随分すっ飛ばしますし、スピードアップして、話してますけれども、まあ、これは私が2003年の4月、4年前に、まあ、入門とはなってますけれども、でデスマス調でかなり分かりやすく、書いたつもりなんですけれども、内容的にはですね、ほとんど私のその時点、あるいは、まあ、今日現在言ってもいいかもしれませんが、まあ、集大成の本であります。で、まあ、ただこういっても誰も読んでくれないのはもう目に見えておりますので、ここに YouTube ですね、 YouTube でビデオ講座グループダイナミクスですね、各回30分で全7回をリリースしておきます。これちょっと自慢話をしたいんですけども、30分で各回7ですが、ノー NG、 NG なしでやりましたですね、まあ、一番喜んだのはディレクターとカメラマン、まあ、早く飲みに行けます。ずいぶん感謝をされました。それからこれをですね、ぜひご活用いただきたいのは眠れぬ夜、
眠れぬようにこれを見るとですね、3分で熟する私もやってみたんです。同じでした。ぜひ寝苦しい時にご覧いただければと思います。で、これは先ほどの本の英訳で2年前に出した英訳であります。で、今日は出版社の人、中西屋さんは来てるけど世界視聴者の人は来てないって言いますけど、ね、やっぱページ数が厳しいんですよ。やっぱ教科書に使ってほしいとなると2500円で止めなきゃいけないですね。で、2500円で止めるためには何ページとか言ってくれる。でも涙を飲んでですね、バサッと削除したチャプター、章もあったんですけど、それも全部これに復活をさせます。だから私、完成バージョンはこっちなんですよ。で、これはですね、私4、5年前、もう7、8年前、7、8年前ですね、ある本をスプリンガーという大手の、世界的に大手の出版社から出したんですが、その時にもう本当に苦い経験をしました。なんと1冊2万円なんですよ。これじゃ誰も買いたくったって買えない。せいぜい図書館で1冊入れてくれれば同じ。そこでこれは思い切ってですね、もう無料にしました。タオスインスティテュート、タオスというのはアメリカのニューメキシコ州にある都市の名前ですけども、ここにやっぱり我々と同じような、哲学というかポリシーで研究をして、向こうの名が売れてますけども、ケネス・ガーゲンいう人がいて、その人が主催している研究者です。で、で彼のサイトからですね、誰でも無料ダウンロードできるようになってます。で、今まではですね、カヤという比喩を使って、説明をしてきたんですね、集合性の、比喩でありますけれども、具体的にはどういうカヤがあるのかですね、これは先ほどの本の僕自身がポッポとピックアップしていたんですけれども、一つはやっぱ活動の会ですね。活動の会、例えば今でもですね、私一人がマイクを片手にこっち側向いて喋ってるんですね。で、皆さん方は、お一人かお二人一つのテーブルに座って、今のところ誰も寝てないみたいなんですけども、一応私の話をこっち向いて聞いてるんですね。これは別に日本語が分かろうが分かる前なんですね。そこから誰かポッと入ってきたら、今言ったような活動って分かるわけですね。こういう目に見える活動ですね、詳しい話はもうそこまでしますけども、目に見える集合体全体の挙動ですね。挙動でビヘビアですね。それから、言葉というのも変えられるんです。言葉というのは面白くて、これは言の肌、この端、言の中を起きている出来事の、一断面ですね。一側面、言葉を使うという、言葉を使う限りですね、もうその現象を全面的に記述するということはギブアップせざるを得ません。それが言語の宿命であるんです。ところが言語はその宿命がある代わりに人に伝達するというものすごい威力を発揮してくれるわけであるんです。で、どういう言葉が使われるか、あるいは言葉の集まりを言説というんですけども、どういう言説が使われているか、それから規範ですね。規範というのは何かというと、これは道徳的に正しいとか悪であるとか、あるいは心理的に心地よいとかそうでないとか、そういうこととは全く関係ありません。これはもう何か行為がなされた時にですね、怒るも何も忘れてですね、嘘、そんな行為ってあり得るの、そういう行為はですね、規範にのっとっていない行為、ね、で逆に例えばですね、私が急にですね、ここでこう北の策を歌う、杉真先生のあるぐらいやるよね、決して教員としてふさわしい行為ではないけどもやるよね、これは規範にのっとった行為なんですね。どういう規範が、規範が変わるというのは大変なことです。今まで嘘と思ってたことですね、みんなが当たり前にしてたんですよね。で、今まで昨日も今日だと思ってやったら嘘ってみんなが言われるわけですから、これ大変なことですね。それから対立の会ですね、この辺はゲーム論が役に立つところですけども、争う2人、あるいは3人でもいいんですけども、あるいは2つの集団ですね、どういう対立の構図ですね、構図にあるんですね、
まあ、よくあの方法にして見られるのがこう、まあ、囚人のジレンマ型の対立とかですね、あるいは資金ゲームとかですね、いろいろある、まあ、そういうこと、あれもカヤの一つで、それからまあ群衆のカヤで、ミクロマクロリンですね、まあ、もうあんまりこの辺までですけども、もうあの今日は、まあまあ、群衆のカヤに包まれてるから、まあ、ああいう独特のですね、あのまあ阪神タイガースが片手に甲子園ですね、まあ、なんでああいうことをやるのかね、まあ、みんながみんなですね、心底あの六甲おろし好きで歌ってるとは思わないんですよね、私なんかそうなんですけども、あのまあまあみんな歌っちゃうんですよね、そういうのが群衆の でもこの辺はあんまりツッコミはあの突っ込まずに次に、でここからですね、非常にあの卒業生諸君にとってみたら、あそこ卒論で行ったよねとかね、あるいは今日も実際にその現場から来てる方もいらっしゃいますけど、本当はあのマイクを振っていった方がいいんですけども、そうなると絶対4時か5時になりますけど、それはまあギブアップしてですね、ちょっとあの説明不足の点が出てくるのはもう、お許しいただいて、ちょっと今からですね、どういう共同的実践の現場で、どんなことやってんだというのをですね、まあ、パラパラパラっとこう雑誌をめくるような感じでですね、やってみたいと思います。で、まあ、例えばこの組織ですね、まあ、今日はもうこれがどこの会社であるかもうパッと分かるという方も今日来られてますけれども、まあ、こういうですね、組織、まあ、組織といってもこれはあの企業組織ですけれども、まあ、病院とか学校とかですね、それは最近では NPO と NGO ですね、そういった組織も珍しくなくなりました。例えばこういう組織に入っていってですね、まあ、これも詳しい話を今日はあの省略いたしますけれども、まあ、普通組織というと管理者ということがありますですね、私もあの全学部管理者やって1年で突っこけましたけども、まあ、その管理する組織、でも組織を見る観点として組織というのは学習していくの、こう外界からの外界の変化に適応していく、そういう存在だと見ることも可能じゃない。で、まあ、その学習といってもですね、まあ、割と日常的に起こりうる学習と、それから非常にドラスティックですね、ドラスティックな、まあ、遠隔もあるだろうですね、まあ、こういうことを実際に現場に入っていって、そしてこの事例ですね、事例を集めながらそれを、まあ、その例えばある、支店の活動であれば、それを他の支店本社に向けて、まあ、こういうの水平展開といいますけども、まあ、こういうことをやっていく、ね、あるいはですね、これも組織ですけども、これはもう私があの30年ぐらいずっとあの関わっている、これ京都大学病院ではないんですけども、 ある大きな国立大学の附属病院であります。で、ここでですね、まあ、私ここにいますけど、一つこう、こういういろんなあの研修があるんですね。研修のテーマはいろいろ多様ですけども、まあ、こういうあの座学タイプの研修、しかも何かこう知識を頭に仕入れて変えるというんじゃなくて、実際にこうなんかこういうことをやってみようというですね、実践型の研修で、まあ、大きな問題というのはですね、いくら例えば3日間ですね、いろんなあの面白い話を聞いて、そしてあのグループディスカッションをして、明日からこうやろうと思ってもですね、その翌日職場に帰るとできないんですよ。 99% の人はできません。それは当たり前です。職場の人たちにとってみたらですね、この人は3日間いなかっただけの話なんです。で、3日間いなかった人がですね、4日目に戻ってきてこんなことをするぞって言ってですね、もうその職場の流れってもう4日前と一緒に続いてるわけですから、そこにこう何かですね、何かことをこう始めるというのは非常に難しい。だからこの研修期間中に何回も研修会場と職場を往復してもらう、そうやってだんだん職場の方もですね、このなんか変わりそうだよと、あの人なんか研修出たのをきっかけになんかしやすいそうだよというですね、こういう雰囲気を作る。で、本人にもそのこう最初の手探りですね、最初のスタートを切ってもらう。で、そういう、まあ、いろんなテーマでやるんですけども、これはですね、そのテーマの一つです。テーマの一つで、まあ、夢を描く、ね、夢を描く、まあ、あるいはこうビジョンを描くです、ね、
で、その今あの、まあ、病院でもそうですし、いろんな民間企業でもそうですけども、もうどこでもですね、人を削れるまで削ってます。30年前にあの銀あの今銀行のどこの支店でも入っていくとですね、まあ、大方はの ATM とかで帰りますけども、あのこう中に入っていってですね、あのカウンターの奥で働いている人の数というのは20年前の半分でしょ。20年前も ATM はあった。だから ATM のせいじゃない、インターネットのせいじゃないんだ。もう人を削ってる。だからみんなやっぱり忙しい。でともすると、まああのどこか電通だったでしょ、ね、これ前あの自殺されたね、事件があります。まあああいうふうになっていく。大体あの民間企業の20人に1人はあの長期欠勤してます。大方打つ でそうなっていくんですね。でその時の、まあ、一つの救済策というか、まあ、救済策という言い方は評価不適切ですけども、一つの救いというのはです、ね、やっぱり上司が夢を持っている、夢を持ち夢を語れる上司の下で働けるかどうかなんですね。これが夢なき上司の下で働くとですね、もう本当にあの残酷物語なんです、ね、上司というのはもう部下にですね、仕事を割り付けてくる、そういう存在になってしまいます。でそうではなくて、やっぱり仕事はしんどいんだけども、やっぱりこう上司のがまず夢を描く。でそれに自分もまあ共感できる、 100% じゃなくても共感できる。これが一人一人をですね、こう支えていくんですね。まあじゃあそのこれはちょうどリーダーにこうなりかけた人たちを相手にした研修で夢を描きましょうって、ね、こういうことをやってます。で、まあ、詳しい説明はですね、先ほどの YouTube の第6回目かなんかに、ね、ありますから、これはもうぜひですね、企業とか病院にお勤めの方にお勧めします。もう自分でももう5、6年やってきて、これはいけると自信を持ってます。で、まあ、こうやって夢を描いたらですね、やっぱり夢を描きっぱなしではつまんないですよね。やっぱり夢をこう実現する方向に動きて、じゃあどうしましょうかっていうのをですね、まあ、こうやって、まあ、描いてもらう。まあ、大略こういう方法であります。で、以上がまあ、これは全部ではないんですけども、組織ですね。組織について、まあ、お話をしました。で、次はコミュニティに話をします。で、これはもう22年前ですね、阪神・淡路大震災であります。で、これはもうやっぱ私にとっても決定的でした。決定的ですね。もう、あの現場に立ったときにですね、実証主義なんてのはどっから出てくるんだと。もうこれは中に入って、一緒に、救援復旧活動をやりながらですね、で、まあ、まあ実際あれから日本は地震多発国になっちゃったんですけども、まあその時は分かりませんね、プレート型ではなくて直下型ですから、こんなもの日本中のどこで起こってもおかしくないと言われてたんですね。でその時にやっぱりこの将来に向けてですね、いろんな教訓をちゃんと整理してでこう送っていかないといけない。実際にその場に起こったいろんな地震、今度の東北の6年前の東北の地震でもですね、そのやっぱり我々からこう送ったメッセージが役に立ってるんですね。で、それとやっぱり、まあ今日私先生来られてるけど、この地震でですね、やっぱりコミュニティって大事だなということをもう思い知らされました。あの時に全部で1000避難所ができました。いろんな学校の体育館ですね。でそれに私もそれが、まあ、永田先生も森君も手分けをして入っていって救援活動をしながら、実際にこう避難所っていうのはどういうふうに作り運営していったらいいのかというのをですね、ノウハウを、まあ、蓄積をしていきました。でそうするとですね、やっぱり従前からのコミュニティができてた。そしてそのコミュニティの人たちが避難してきた避難所と、それからまあ不幸にもですね、そういう避難所に行きたかったんだけども、やっぱり溢れちゃうんですね。溢れちゃってしょうがないから、どん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 山手の方に登ってきて、そしてまあこう一つの避難所を作る。だから全然そのコミュニティがまとまりなんかないんですね。もうそこで本当に
もうこれほど違うかと、ね、いうあのその違いに驚かされました。まあ、これはその当時ですね、あの避難所の、まあ、スナップショットばっかりですけども、やっぱりこのコミュニティというのをもう一回こう真剣に考えないといけないなんですね。まあ、そういうことを思い知ったこの一大事件で、ちょうどこの1995年の阪神大震災ですね、その3年前から私がふとしたことで行き出して、でなんか明日も行くんですよ実は。これがこの鳥取県のですね、智頭町ですね。まあ、今日も何かお越しいただいてますけども、まあその先月ですかね、大雪が降りましたね。あれで一夜間 NHK でもバンバン全国流れましたんですね。最近ちょっと雪少なめだったですね。でも私がですね、ここもう行き出して、27、28年になるんですよね。最初の頃は本当すごかった。川端康成の雪降りの世界、ね、こうずっと京都から山陽本線ですね、で上郡に行くんですね。で上郡というところから北向き群ですね、第三セクターの智頭急行というのが通ってます。まあ、第三セクターというのは大体失敗なんですよね。公と民間が一緒にやりますからね、お互いこう公は民間が何とかしてくれるだろう、民間は、まあ、公が何かしてくれるだろう、まあ、お互いこうおなんかそうやってですね、無責任対策なんて大体前になるんですね。ところがこの智頭急行は、まあ、再三あってですね、いや私はもうあれ300回ぐらい乗ってますからね、もういい加減智頭急行から感謝状の一件ちょっと言うときください、ね、まあそう思うんですよね。まあ智頭町で、あそうそう雪国です。でこう上郡、京都大阪ですね、で神戸通りまして上郡ですね。で上郡はこの辺なんですよ、岡山ね。で上郡は兵庫県、兵庫県で、その先はすぐ岡山県、岡山県は晴れの国、晴れの国ですからね、ぽっかぽかなんですよ。でここからここに中国山脈がドーッと通ってる、ね、でこの長いトンネル、人坂トンネルっていうんですけども、それを抜けるとですね、本当に積雪2メートルなんですよ。もう長いトンネルを抜けるとそこは雪国であって、まあ、あるいは地で行くようなところですね。で、まあ、その阪神大震災の3年前ぐらいから、まあ、ふとしたことがきっかけで、この智頭町に行き出したのが運動付きで明日も行くわけなんですけれども、まあこういうふうにですね、これ町の中心ですね、中心周りはぐるりとですね、もうこの盆地状になってて、まあ杉の木ですね、もう杉が万本だ、これが私のフィールドでなくして誰のフィールドなんですね。まあ、こういうこの智頭町には大体89集落があるんですけどね、この集落がやっぱり全部基本的にはこの構造なんですよ、山に囲まれる、まあ、こういうところ、ね、でここでですね、まあ、もうごく簡単に言うと、おそらく私は日本で一番こうラディカルというかな、先駆的な地域活性化、特に住民自治を目指した活性化運動がもう始まってですね、何年か、それもスタートをどこから数えるか難しいんですけどね、まあ少なめに控えめに言って20年25年かな、続いてます。まあこういうこれはある集落ですけどね、こういう東屋もみんな住民たちが自分たちで 土地を提供し、自分たちで資材も労力も提供して作ってる、ね、まあいいですね、これね。私なんかも行ってですね、ちょっとこうバテると、まあ、ここに座ってですね、まあ、ビールは飲みませんけども、まあ、ちょっとこうお茶とか飲んでるとですね、まあ、通りがかったこうおじいちゃんおばあちゃんが一人二人と座るんですよ。で昔のね、とてつもなく昔のシーラカンスがいた頃の話をいろいろしてくれるね。まあ、だからでこうやってこう住民たちがこうやって自分たちの将来をこう、まあ、考える、ね、こういう場にもなってます。時間が厳しい。でこれはですね、ちょっと一つ小さいんですが、まあ、OG である東村さんのフィールドですけども、これは寝屋川市ですね、寝屋川市のある小学校で、もう随分前ですね、今の現役の学生諸君が小学校に入ったばっかりぐらいの頃だと思うんですけどね、土曜日が学校お休み、
公立学校ですね、お休みになりました。でそこで、まあ、住民たちがですね、まあ、自分たちの手作りの教育を土曜日にやりたい、しかも学校に自分たちが乗り込んでいってですね、そういう手作りの教育をしたい。でここにコミュニティ活性化の軸は多様だ、まあ、いろんな軸があるんですね。先ほどの地図帳の場合ですと、まあ、住民自治というのがこれが軸 になってますね。それから阪神大震災の被災地神戸であるとか、あるいは西宮であるとか伊丹であるとかですね、その辺は一つの、まあ、それは一つじゃないんですけども、まあ、やっぱり防災ですね、あるいは災害救援、そういうことが軸になります。まあ、これはちょうどその教育が軸になった地域活性化の事例です。でこれは今日畑先生来られてるけれども、伊丹市ですね。まあ、畑先生も阪神大震災の時にもうやっぱりコミュニティだよねということを痛感されたお一人です。で畑先生は伊丹市立高校のなんとコンピューターの先生、なんでコンピューターの先生がこんなことやるんだってですね、まあ、その辺の偏見と戦った成果ですけれども、学校 その高校生ですね、高校生に社会人デビューをしてもらう。で地元の商店街、まあ大体商店街というのはどこでも苦戦してますからね、そういうところに高校生に入ってもらう。そしていろいろ例えばお茶、例えばこうお茶を売ってるですね、京都のお茶屋さんじゃないですか、お茶を売ってる店であればですね、このお茶ってどこから来るのっていう話をその店の人から聞いて、その店舗の経営ってどうするのって話を聞いて、逆に子供たちの方が IT なんか強いですからね、じゃあホームページ立ち上げようよ、こういう話をやる。まあそうやってこのだんだん社会人として一歩踏み入れていくと同時に、コミュニティをもう一回再生させていこうということ。だからこれもまあ教育ですね、区や省が、これは高等学校ですね。だからこっち側はですね、これはご当地京都の、そうですね、これは物郷という地区なんですけども、京都もですね、何年か前の町村合併で京北町を合併しましたから、今は一番端っこではなくなってるんですけども、合併前はですね、本当に西北寸ですね、蕎麦街道っていうのがちょっと福井の方に走ってます、ね、でみんな昔はあれで蕎麦を運んだんですよね。でその蕎麦街道沿いのもうここまでが京都市だよというところに小野郷という地域がありました。で、まあ、小野郷は京都北ですから、いわゆる北山杉ですね、北山杉の、まあ、本場であります。で、まあ、これは冬12月ぐらいの光景だと思うんですが、まあ、そこでですね、まあ、長年働いてそこで開業していたお医者さんがですね、亡くなったんですね。亡くなって、それでまあまあ、亡くなってもですね、だからその小野郷だけを見れば無意地区なんですけれども、まあ痩せても枯れても京都市の一角ですからね、それはもう車を1時間ぶっ飛ばせば、それはもう気の出さないに出てきますから、病院はあるんですね。それからいざとなればヘリコプター搬送もできる。だから医療にとことんこと書くわけではない。でも住民たちが何か今までいてくれた開業医の先生みたいに、もう本当に自分の頭のてっぺんからつま先まで知ってる、自分の仕事のことも家族のことも知ってる、まあこういう地域のホームドクターですねが欲しいなという願望が。でそこにですね、まあ私とそれからあと2人の風変わりのお医者さんがですね乗り込んで、じゃあ作りましょう、住民の方はですね、なんせお医者さん2人来ますからね、あこれ開業してくれるんだ、もう胸ワクワクです。でも開業する気は腹ない、さらないで、みんながちょうど70年前の西陣と一緒ですね。で我々の頭の中にも70年前の西陣があったんで、ああやって住民がもうなけなしのものを持ち寄ってですね、診療所を作れば、でそこにそういうところで診療したいって2人医者が来てるわけです。まあ行きますよという話。ただこれはなかなか通じない、1年かかります。1年かかってこう行っても通じないですね。である時です、1年ぐらい経った時に、ある町内会の役員の人一人です、まあ、その辺こう訴えたんですよね。パッと立ち上がって言うんですね、もう先生たちからね、何
何十回もわけのわからん話聞いた。全然わからん。でも今日はなんか分かったような気がした。えっ、あ、先生方は俺たちに欠けてはんねんな。そうなんです。そうなんですね。まさに欠けてる。で、住民が立ち上がれば、で、あの70年前の西陣のように診療所を作れば、こうそこにこうそこでやりたいという医者がいるんですよ。まあそこからもいろいろそうですね、試行錯誤が続きましたけれども、まあこういうことをですね、まあこれはだからこちら本部2枚は、まあ、医療を地域医療を軸にしたコミュニティ活性化で、他にもあります。でこれはちょっと手前です、味噌で申し訳ないんですが、私は純正博多区ですね。昔博多区純情という漫画がありました。全然純情じゃないんです純正博多区で、博多にですね、これ博多祇園山笠っていう祭りがあります。もう1年をですね、この山笠、7月上旬です。もう山笠を中心に回ってるような地域があります。で特に子供にですね、これ大好きな光景なんです。で、まあ、地域で子供を育むって言いますけどね、まあ、本当にああそうなんだなということですね、これ実感させてくれる祭りでもあります。やっぱりいろんな地域に行ってみますとですね、本当にみんながのめり込める祭りを持っている地域というのは本当に幸せだなと思いました。ただその祭りを維持していくのは今や大変なことです。若い人がいなくなってくる、人口は減っていく、お金はない、その中でどうやってこの祭りをですね、地域の軸として、残していくですね、まあ、大きな試練に立たされている地域も少なくありました。だからこちらはですね、こちらはちょっと外国に行きまして、これは内モンゴルでありました。竹内さん昔言ってね大体ですね、ちょっと大人しめの学生がここに送ってカンブルザーにしてます。ここでもう20何年間ですね、私の阪大時代のお仕事なんですけども、この緑化運動をやってます。まあ、もうすぐするとおそらくどっさり黄砂が飛んできますですね。発生源はここで、内モンゴルですね。モンゴルではなくて中国の中の内モンゴル地区ですね。やっぱり20年の積み重ねと大きいと思いますね。上が20年前で、そこにこの草を植えるんですね。草を植えていってこうなんていってね、まあ、奥村先生には昔これをまとめた修士論文を読んでいただきました。で、私嬉しかったのはエネルギー科学研究科の先生ですからね、みんな銀銀理系なんですよ。で、ここで出てきた修論って本当に縦書きエスノグラフですね。で、その時に小村先生がコメントでおっしゃってくださったこと、いや、こういうのもエネルギー研究科の修論としてありだよねと。あれは嬉しかった、ありがとうございます。で、まあ、これはですね、だから一つ環境保護ですね、環境保護を軸とした、まあ、コミュニティ作り、これも前面には出てませんけども、やっぱりこの砂漠の地にも人は住んでるんですね。人は住んでる、八尾トンチって横穴式住居みたいなところに住んでます。でも決してバカにしちゃったんですよ。横穴式住居の玄関の入り口のところにはですね、衛星放送のパラボラがちゃんと設置されてるんですよね。まあ、そうやって人を巻き込んで、今度はこの緑になった土地をどう彼らに戻して有効活用してもらうというところに入ってます。まあ、こうしてですね、まあ、いろいろあるんですけども、これは、もう10年以上前に京都大学出版会、学術出版会から出していただいたコミュニティのグループダイナミックスで、いろんな事例を盛り込んでます。で、これがですね、中国語になぜか翻訳されまして出たのがこれですね。私はこれを見て唖然としました。こっちの方はですね300ページ、こっちの方は、ね、90ページ。中国語って本当効率的な言語なんだなと思うんですね。つくづく思いましたですね。で、尺なんですね。コミュニティ。尺なんじゃない。尺的集団動力学という名前になってます。で、まあこれはもうちょっともう、めんどくさいんで、もう省きましょう。で、まあ、今日辞めていく人間がですね、何を今後に向けてこそやってるんだろう、まあ、お思いになるかもしれませんが、うん、まあ、別に葬式に迎えるわけじゃなくてですね、私のちょっと場所を変えて、大学、京
教員としての仕事をもうちょっと続けます、まあ、ちょっと今後のこともですねつらつらと考えてみました。で、まあ、今日は2つだけですねご紹介したいと思うんですけれども、一つはですねこの創造的昔がっていうのをいろいろ考えていきたいなと思ってます。で、まあ、この広げて考えてみますとですねこの日本社会が例えば明治以降ですね、まあ、近代化を開始してからあるいはそれは特に急速に、進んでいった戦後ですね戦後の高度経済成長あるいはまあもうちょっと世界史的に見るとこれはヨーロッパ近代ですね、まあ、18世紀とか19世紀ですかね、まあ、の話にも連なっていきますけど一体何をしてきたんだろう何をしてきたんだろうでそれを私はこの地平線ゲームをやってきたというふうに、まあ、考えていました。で地平線ゲームというのはですね私壁がありますよねこういうと遥か彼方に地平線が見えるんですね地平線がでそれだけじゃないですよダブルダブルもう一つ仮に自分が10メートル高い地点あるいは100メートル高い地点にいたら次の地平線が見えるはずでしょう見えるで今見えている地平線とその10メートル上から見た時の地平線この間にはいわばフロンティア開拓地なんですそこに新しい資源があるかもしれない新しい消費が生まれるかもしれない新しい学問があるかもしれないじゃあみんなその未開拓の領域、ね、その10メートル上から見えるはずの地平線に向かって行こうじゃんみんなスクラムを組んでですね突進していくんですねでいつかそこに行きます同じことが繰り返されるんですねまたそのところから見える地平線10メートル上空からの地平じゃあフロンティアに向かって進んでいくこれをずっと開くことなきですね開くことなく続けてきたでこれが地平線ゲームじゃない、ね、ところがいよいよですねちょっとこれはもう低加減を過ぎてる、ね、まあそういう気がします。まあそのもうたまたま昨日見たんですけどもまあ今通信販売ですねアマゾンとかなんかいろいろすごくですねものすごく早く来ますよね明日来たりするわけでそのしわ寄せがみんな宅配便業者ヤマトとか日本運輸とか、もう一つですね大手3社、ね、行ってるんですよでもうそれはもうパンクするんですよもうパンクしてるんですよまあそれぐらいもうどん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 で、まあ、この閉塞感っていうのはやっぱり大事でもういい加減地平線ゲームとは違うゲームに入る時期に来てるんじゃないじゃあそう言われても難しいんですねじゃあそのヒントはどこにあるかというとこの地平線ゲーム前が一つのモデルになるんじゃない例えば明治から近代化が始まったといえば江戸期あるいは戦前あるいは高度経済成長以前ですねで、そういうところにヒントはあるんじゃないヒントですよあくまでもヒントところが当たり前の話ですけども時計は逆には進まないわけです逆転は逆進はしますということは今までの地平線ゲームの中で培った成果ですね成果を生かしながらいかにこれを創造的に活用しながら昔帰りをやっているこれが重要ではないと思うわけでありますで、まあ、いくつか例を挙げますとですね、これは今日来られている地図の方ですね地図ではですね、まあ、旧村だから戦前までは一つの自治体だっただから村長さんもいた村役場もあった村議会もあったその6つの旧村が今合併して現在の地図庁を形成しているで地図庁ではですねもう一回この旧村を復活させる住民自治のステージ舞台として復活させようということが始まっていますで明治期に始まった旧村というのはこれはトップダウン明治政府の号令のもとワッとトップダウンで作られた今度はその旧村を徹底的にボトムアップ住民からのボトムアップで作っていくでこれはまあ森の実に出ているこれは旧村の山形村ですねでやられている運動の例です、まあ、こういうふうに
お年寄りがですね、手作りの料理を待ってました。どうしてもお年寄りっていうのはこう自宅にこもりがちなんですよ。で、まあ、そういう人たちに集まってもらう、まあ、食事を通じ、食を通じた高齢者ケアをやっていく。で、これはですね、今日山本さんの、そうね、山本さんが主論で、エネルギー科学研究が主論でやった研究ですね。で、これはですね、村継ぎ、この前の6年前の東北大震災、これは私もその関係あるけども、東北の大震災の後に、救援をどうやっていくかですね。で、まあ、みんなの現金、私も現金を送りました。まあ、これは尊いことだと思うんですけども、やっぱりみんなね、ちょっと物足りなさを感じてるんですね。なんか本当は自分の体を使って、なんかもっとお役に立てたい、なんか救援活動に参加したい。でも遠いですからね、東北なんて、そう簡単にはいけないんですよね。で、そこで考えられたのはこの村継ぎってやつですね。で、村継ぎというのはですね、江戸時代にですね、ある村で病人が発生します。でもお医者さんいない、隣もいない。この村にはお医者さんいるんですね。で、そうするとですね、ちゃんとルールが決まる。この村の病人が発生した住民、下村の住民が隣村のある決められたところまで運ぶんです。で、ここはまたここまで運ぶ。で、また運んでお医者さんのいる村にリレーですね、村継ぎをして病人を運ぶ。で、これをね、これは江戸時代で、これをで、これを使って、広島県の尾道から東北までですね、救援物資を運ぼう、トラックの運転手もどんどん変わりながらやっている。ただもう村はありません、村はね。でもその代わりを果たしたのが地域 SNS、ね。まあ、普通 SNS っていうと Facebook とか Twitter みたいにこうもうどこの人でも遠隔地でも関係ない、ですけども、地域 SNS っていうのはある程度地域のまとまりを持って、で、時々一緒にイベントやったり、あるいは集まったりしてる、そういう地域 SNS ですね。それをついにリレーしていって救援物資を運んでいくという方法。それから、これはですね、これはインドネシアの、ジャワ島、ジョグジャカルタですね、ありますけども、そこから車で2時間ほど行ったバンチュールですね、農村で、まあ、ご承知のようにですね、インドネシアというのは今もうそういう高度経済成長してます。おそらく中国の次に来るのはインドより、ひょっとしたらインドネシアの方が早いというぐらいの急速な経済発展をしています。つまり市場経済がどんどん広がって、で、しかも人口がもう爆発的に増えてますから、とにかく農村ではですね、たくさん作る米をたくさん作る、ね、もうこれなんですね。そうするとどうなるかと、バンバン化学肥料まく、もう日本でも5、60年前そうだったんですけども、もうお役所さんの体が蝕まれるぐらい化学肥料をまくんですよ。そうやって生産量を増やして、で、それと同時にですね、この農村にずっと伝わってきた伝統とか儀式とか文化とか、そういうものがどんどん潰れていくんですね。そこでこの農村ではですね、一つのもう市場経済にこう抵抗するわけではない、市場経済を巧みに使いながらです。しかし市場経済一本ではない、やっぱり今までの文化や伝統をですね、守っていくような村作りをやっていくんですね。まあ、こういうことであるんです。まあ、今のはこう例ですけども、まあ、こういう形でですね、まあ、そのいろいろこう歴史に学びながらですね、ヒントを得ながら、そこにいかに今の例えば IT であるとかですね、そういうものを使って創造的な昔帰りをしていくか、まあ、こういうこともいろいろ考え、もっと考えていきたいなと思います。それからいよいよ最後ですね、最後でありますけども、まあ、考えてみると今我々の周りというのはどんどん変化をしているんですね。特にこの超人間化、この人工物が超人間化している。まあ、IT 関係で仕事をしている人はもうよくわかると思います。今IoT、IoT、インターネットオブシングスですね。もう万物とかで言ってないけど、もういろんなものがシステム、インターネットのシステムを作って、で、そのシステムがまたシステムを作ってですね、そういう時代です。
まあ、おそらく工場の無人化が一つの私は極限じゃないかと思うんですね。まあ、無人というのは言い過ぎですけども、限りなくそれに、肉薄していく、ね、それから、まあ、その欲望ですね、我々の消費の現場もうこれもどんどんこのインテリジェントがされてしまいます。まあ、ちょっと前の映画にありましたけどね、例えば私がデパートに入るとですね、私であるということをちゃんと認識して、ちょうどアマゾンでなんか本注文すると、あなたはこんな本を買いたいはずですとか、もうおせっかい中がどんどん出てきますよね。あれと一緒なんですね。私にだけ到達する波長の音を使って、スイマンさん今日はこんなTシャツが入荷しまして、スイマンさんこんな本が入りましたとこう言うということですね。まあそういうふうな時代なんです。まあ、今自動車の無人化がちょっと注目を浴びてますけども、まああれあんなものはもうすぐ実現です。次はドローンとですね、ドローンに人間が乗って、しかも無人運転をして、まあこういうふうに環境の方、生産の場も消費の場もですね、まあサイバー、超サイバー化されていく。だから一方その中で暮らしていく、生活していく人間はどん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 人造化していきます。まあ、京都大学でも iPS 研究が盛んであるんですけども、まあ、身体部品でどんどん人間というのは置き換えられて、それからゲノム編集ですね、遺伝子レベルの編集までもう研究はもう入ってます、ね。まあ、それはこういうのが、まあ、私が生きてる間にはなんかあんまりこういうことがガンガン進んでほしくないんですけども、おそらくもう我々が想像するスピードをはるかに超えた速いスピードで進行していくと思います。まあ一体そんな近未来の社会、どんな活動、どんな規範が生まれるんだろう、人間ってどう生きていくんだろう。まあ正直なところです、ちょっと不気味な感じます。でもですね、もうどうにも止まらない。これは誰か悪人がいてですね、やってるんなら簡単に、その悪人を、独裁者を抹消する。しかしもうみんな、私も含めて、皆さん方一人も含めてです、もうこの大きな潮流の中に、まあ、ある意味で編み込まれてしまっているんですね。その行く先がどこなのか、まあ、そういうこともですね、考えていきたいと思います。まあ、そういうわけですね、ちょっと最後はこう、なんか、拡散的な話になって、申し訳なかったですけども、まあ、ちょっと今後のことも含めてですね、私の最終講義をお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。よろしければお一人お二人ご質問があれば、質問に答えるのは大変お好きではないかと。まあ、まだしばらく多分いらっしゃっていただけると思いますので、ぜひ個別にご用意をお願いしたいと思います。そして最後にですね、人間環境学研究科の教授会から、花束の贈呈がこうさせていただきます。プレゼンターはですね、宮下さん、今の研究科の総務企画係の職員さんなんですけど、杉丸先生は京大に赴任されてから、まあ、最初は心理学教室の秘書さんとして、この中でだけでも杉丸先生との付き合いが長いですね、の方じゃあ先生のようなちょっといらっしゃる。杉丸先生の京都大学最終講義を解き明かす。杉谷さん、どうもありがとうございました。